財政が破綻し、2007年に財政再建団体となった夕張市。353億円の国への借金は4年後の3月までに全て返済される見通しです。人口は財政破綻当時から半減し、およそ6700人。高齢化率は道内の市町村では最も高い 54% です。若い人たちのためになんとかこの町活気づけなきゃなんないね。こうした事態を打開しようと奮闘する市民もいます。本澤博さんです。嘆くだけじゃなくてですね、何か楽しいことできないかと。本澤さんが生産するそば粉を使ったタコス、夕張高校の生徒と共同で開発し、今年3月に道の駅で販売を始めました。一緒に学生とともにこう盛り上がってくる感じがすごく、まだまだ若い人方捨てたもんじゃないなっていうのは感じました。その夕張市の市長選挙は現職と新人の一騎打ちです。自民と立憲が推薦する無所属の現職、厚谷司さん。元市の職員で無所属の新人、佐藤学さんの2人です。2019年まで鈴木直道知事が市長を務めていた夕張市。厚谷さんはその後任として市議会議員から転身して市長に初当選。一方、佐藤さんは鈴木市政の時には市の職員として町の再生計画づくりに携わってきました。先週開かれた公開討論会にはおよそ200人の市民が集まりました。今後、財政再生計画が終了した後、しっかりと市民の皆さんに道しるべをお示しすべく計画を早期に。小さな集まりや地域で起きている現場に出向いて直接話を聞く。夕張市長選挙を含む統一地方選後半戦の投開票日は次の日曜日23日です。